みんなの人気者ケロちゃんやで。バトル中に堪忍な、ちょっとアドバイスしたろ思ってな。バトル中なんか困ったら上のボタン押してな。さくらが援護するで。そんなにたくさんはできんけど、めっちゃ強力な援護やで。あとこうしてワイがちょいちょいアドバイスをしに来るで。期待して待っとってな。力合わせて頑張ろうや。なかなか面白いね。使ってみよっか。ライト継続回復、3ターン味方全員を徐々に回復する。フライト。おお、こういうモーションがあるんだ。せっかくなんでね、さくらの問題出してみよっか。じゃあ1問。グラビテーションのカードに描かれているのは何？なんだろう、太陽と月かな。激アツ魔法をくらえ。当たった。あ、残った体力。くそー、フルスロットルよ。じゃあもう一回。第2問。ケルベロスの喋り方の特徴として正しいのは次のうちどれ。カタカナ語を対応、関西弁、語尾がジャン、常に敬語。これはね、もう聞いてたらわかるね、関西弁。なんかね、多分バグなんですけど、画面キラキラしてます。何なんでしょうね。おい、ビンガ、もう一度言ってみやがれ。時は金なりだ。同じ言葉を繰り返すトローを考えたことはあるか。なんだとこの野郎。いいか、お前たちの持ってきたのは金の鉱石だ。俺が言ったのは純金の価格だぜ。ここから鉛を溶け込ませて金を抽出するのに手間賃がかかる。だから約束の金で買わないってのか。汚ねえぞ。文句があるなら持って帰れよ。俺の船でここまで運ぶのに何日かかったと思ってんだよ。さて、俺には関係ねえな。この野郎ぶっ殺してやるぜ。なんだお前らは、邪魔すんならぶっ殺すぞ。やめとけよお前たち、関係ないやつを巻き込むな。無駄にキラキラしすぎだから本当に。何もう、何よ、本当にキラキラいい加減にしてよ。あ、ずるいじゃないですか。おー、面白い。無駄にキラキラしとるからな。何やこのバグは。わあ、パレードしてる。なんかいきなりパレードし始めたよこの子たち。怖いよ、なんか。なに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 。特にタッチしても何もない。タッチしてもカグラが動くだけ。え、何これ何これ。怖い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 。ふう、壊された店員がようやく元通りになりましたね。ふう、壊された店員がようやく元通りになりましたね。え、ま、ここからが本番だがな。儀式によって都を包む正気が薄れたとはいえ、ちょっと待ってちょっと待って、バグってるバグってる。まだ彷徨っている。それの退治も考えなきゃですね。おかしいおかしい。やることが山積み。ち、何か少しでもあれを。これ完全にバグってますね。完全にバグってます。記憶を失う前の生命にはついていた式神がたくさんいたんだよね。式神たちに詳しく話を聞けば何か糸口がつかめるかも。白老様に妖刀姫様、そして道女様に小倉様、これだけ以前の生命様を知ってた人がいたんです。もう一度みんなと話してみましょう。ああ、みんなを集めるとしよう。ちょっと待ってちょっと待って、明らかなさテキストミスだよ今の。なんでなんで修正しないここ。
あれなんかめっちゃどっかで聞いたことがある曲。大丈夫かなこのゲーム。怒られないかな。じゃあ今回初めてこのゲームおじもん実況していこうと思います。おじさんモンスターらしいですね。いやー、一体どんなゲームなんでしょうか。では早速プレイしていきましょう。不意打ちすぎや。なんやこれ、何すんねん。え、あ、ゲットしていく。今なんか投げたけど、モンスターボールか、これ。え？え、なになに？どういうこと？どういうこと？はい？え、ごめん、意味わからへん。もう一回行きます。え、なんなのこのゲーム。どういうこと？どういうこと？捕まえたらいいん？こいつら全員。なんなんこれ？このゲーム何よ？意味わかんないんだけど。無限に集められるのかな？あれ？無限に飛ばせる？え、マジで意味わからへん。なんやこのゲーム。え、え、え、なにこれ、カイジ、なになに。しかもなんかめっちゃ聞いたことある曲やけど。やばい、あの上半身裸のやつやばい。カイパン男やばいよ。あいつなんかめっちゃ探してるよ、この辺。やっぱさ、なんかの下っていうのが良くなかったんだろうね。え、ちなみに他の子たちはどこにいるの。あれ、この辺にいるわけじゃない。みんな、ほら、みんなこの辺に隠れてる。やばいやばい、なんで自分たちだけ捕まったんやろ。これ怪しすぎだろう。絶対怪しいじゃん。椅子？椅子じゃないな。これは何だろう。あ、PC か。PC はちょっとな。あ、やばい。いった。こいつ強くない？この解放とか強いんだけど、マジで。芋剣。あ、一個ずつ調べてるぜ、やばい、こいつ。プロだ、プロ。これめっちゃ調べてんじゃん。やばい、やばい、やばい、やばい。この解放男めっちゃ強い。え？やば。むっちゃ怪しんでる。疑ってる。こいつめっちゃ疑ってる。やばいやばい。めっちゃ見てんじゃん。やばいってこれ。この赤いパワーとかマジでプロなんだけど。何こいつ。うわ、全部見つけた。すげえこいつ。あ、なんか入れそう。こんにちは。ちょっとそこの人邪魔しないでよね。ちょ何して。なんかわけわからなくなったけど。あ、入れた。こんにちは、いらっしゃいました。いらっしゃいましたよね。何、喧嘩っすか。何何、物珍しい目で見ないでくださいよ。何なんこいつ、ずっとうちのこと見てくんだけど。ビップルームに通してくださいよ。ちょっと受付の人、何してんだ、わけわからん。絶対やましいことしてただろ、お前何やねん。お前何やねん、マジで。こっち見るなし、そんだけ。自分らでリセチーとかロリっぽいキャラ付けしたくせに、子供子供って。知ってんだから、
打ち入りも打ち上げも私帰ってからの方が盛り上がってんでしょ。バカ、今日こそ王様ゲームなんだから。なんか良くないカミングアウト始まってんぞ。カーチ割り箸しよーい。うい、で俺が王様の言うことは絶対よ。駆け足は始まってんの。あの王様ゲームってどんなんだっけ。当たりを引いたら王様で、他のくじには番号があって、王様は何番と何番は何しろって命令できちゃうの。でも誰が何番かは命令決まるまで秘密。さすが先輩、話早い。なんで知ってんだ。ほら引いた引いた。どうしよう、手前のくじ。さあ結果は6番。はい、じゃあ王様だーれだ。クマの赤赤クマ王様。うわ、でからやっべ。王の名において命ずる、速やかに王様に実装。むちゅー、ちす。狼よ、女子をお願いします。3番やっぱ2番。帰んな王様。チッスチッス。感じ、やっぱりクマの体目当てだったのね。オッケー、クマの順序を上げちゃう。わっ、いで、やめろ。てめ、閉めんぞ、ほら。だー、いらねえ、助けてさあ、一回戦で早くも脱落者2人よ。地獄や。え、そういうゲーム。続けて、第2回戦気の抜けない選択だ。どのくじを引こうか。やばい。じゃあ今度は奥のくじで。くじを引いた。赤い印がついてる。なんと王様だ。よし来た。これ、王様だーれだ。俺だ。よかった、まともな命令で済みそう。ダメよ、チスの次はチスより際どくないと。空気読めよ。じゃあ膝枕。じゃあ膝に座る。じゃあ磯抱きつく。そうよね、時代は肩車よね。ほら王様、誰、何。全員の視線が集まっている。何番の人に何をしてもらおう。1番が膝枕、2番が膝に座る、3番が抱きつく、4番が肩車。せっかくなんで抱きつけ。3番。あ、天城さん。だって座ってる人に抱きつくってこうでしょ。次は私、王様、女王様。くじ引けよ。カメックスか。じゃあ最後は君に任せるよ。戻れイブ、行け U2。 いやー、なんかさ、めっちゃメガ進化してきそうな気がすんな。やっぱりでもカメックスのメガ進化初めて見る。うわすげえ、なんか大砲が強化された。猫魂、うわ
やばい。あー、くっそ、ひるんだか。くらえ、10万ボルト。よーし。よっしゃ、あっぶな。さあ、終わりだ。よーし、倒したわ。いやー、ちょっと手強かったね。強い。仕方ないや。これ、使っていいよ。あー、ミュウツーナイト X、ミュウツーナイト Y。もうミュウツーゲットするために下準備もしてきたんだね、君は。そうだ。君、ミュウツーごと私のポケモンになってくれない？え？やばいこいつ。俺をペットにしようとしている。ふふふ。え？やばいやばい、こいつやばいって。絶対、やんでるやん。考えておいて。え、どういうこと？やっぱり、告白と見ていいんだよ。怖い。